どうも、構図です。今回ですけども、天皇杯2回戦、アルビス新潟 VS ギラバンツ北九州プレビュー徹底分析ということで、天皇杯がね、もう間近に迫ってるということで、プレビューやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。いつもの4大構成、新潟、北九州、北九州のポイント、新潟ポイント、予想メンバーと、やっていきたいと思います。行きましょう。天皇杯もいよいよ始まります、新潟にとってね。そんな初戦、J3 北九州をホームビッグスワンに迎えての一戦になりますと。ルヴァン長崎戦から中2日というタイトな日程ですので、ターンオーバーは必死も怪我人が多く、ルヴァンでもベンチメンバー上下の9人ではなく7人まで帯同になった状況を考えるとですね、2種登録選手も含めての総力戦になるでしょうと。うん。ユースの、アルビユースの選手がね、結構登録されてます。所属先の大学での登録の兼ね合いか、稲村選手、葛西選手を強化指定選手2名は天皇杯登録メンバーから外れているのも覚えておきたいところ。北九州は16節終了時点で勝ち点19の13位ですが、プレオフ圏内6位の福島の勝ち点が23ですので、十分上位進出が狙える位置にいると。鳥取を昨季立て直した増本監督ですか、がさっき最下位だった北九州の立て直しに成功しつつあるというのは、まあ、順位と勝ち点から分かってきていると、まあ、非常に優秀な監督さんらしいと。北九州ギラバンド北九州の、ね、サイトかなんかに、ね、監督インタビューみたいなのが結構長編で載ってて、ちょっと読ませていただいてるんでね、まあ、せっかくプレビューするならちょっと敵情視察も兼ねて、まあ、それぐらい読むかということで、あとハイライトも直近のリーグ戦何試合か分見ました。ルヴァンカップでは大分を 1-0 で下し、町田には 1-2 と肉薄したチームでもあるので、全然侮れないよっていう、今の新潟のチーム事情を考えると相対的に決して侮れない相手であることは間違いないと。ましてや一発勝負のカップ戦ですので、まあ、一戦必勝勝ち上がろうというふうなところですが、北九州のポイントいきましょう。舛本監督になり、昨季最下位からのチームの作り直しは上々なのではないだろうか。まあ、そんな J3 リーグ序盤、っていう感じですね。直近のリーグ戦をハイライトで見ましたが、何試合かね。基本的にはクロス攻撃とショートカウンター、そしてセットプレーからの得点パターンが多い傾向、そんな印象がありますと。まあ、一方で、守備では撤退時に引いて守り、人数が足りている場面でもスペースが空く場面がある。要は、引きすぎていると、そのディフェンスの前が空いて、そのディフェンスとボランチの間が空いてみたいな。なんかそういったシーンがあったりとか、なんか横パス、クロスがあったら、そのクロスの受け手に結構人数寄っちゃうので、その背後だったり周りが意外と空いたりとか、まあそこを疲れて失点というシーンが多いのかなというふうに見受けました。クロス対応自体もそこまで特殊な感じでもないので、新潟が中央サイドと多彩に攻め込んだ時にどういう守り方をするのかは注目かなと。まあ単純にその、なんだろうな、その人数かけて、なんだろう。4バック、5バックみたいな感じで、サイド埋めてみたいな、スペース埋めてみたいな形もあるのかもしれないですけど、そこら辺はね、そう、どうやってくるのかなっていうのは見どころですね。北九州も中2日での試合になります、リーグ戦からね。まあ、試合は新潟まで遠征となるので、北九州から。まあ、タフな状況にはなってきているはず。まあ、しかし、総評で触れた通り、大分に勝って、町田に肉薄したルヴァンの結果からもですね、まあ、この2試合とも選手入れ替えて戦ってて、それだけ肉薄してるってことなんで、まあ、ターンオーバーしてきたとしても全く侮れないということは覚えておかなければならない。まあ、そんな相手ですね。一方の新潟のポイント、ルヴァンは無事プライムステージ、まあ、要は決勝トーナメントの進出が決まったわけですが、天皇杯も国内三大タイトルの一つになるわけです。なんとかもぎ取ってほしいと。去年ね、川崎に勝っていればよもや優勝もあり得たと。まあ、結局川崎が優勝したわけですしね。あり得たことを振り返ればですね、ここでも総力戦で掴み取りたいと。まあ、稲村選手、葛西選手登録されてないですが、新潟ユースの選手が西登録として多く登録されています。来季内定が決まっているゴールキーパーの内山選手を筆頭にですね、ディフェンス、芹沢選手、竹野谷選手、中村選手、花形選手でいいんですかね、名前。5名も西登録の選手いるので、ベンチ入りはあるのかなというふうに思っております。ちょっとそのユース疎かったんで、ちょっとそのユースの最近の戦績とか見たんですけど、まあ、花形選手はね、なんか直近のどこだっけ、北越高校との試合かなんかで、4点ぐらい決めてんだよね。で、芹沢選手も、まあ、ディフェンスながら、なんかその試合で2点ぐらい決めてんじゃない？で、竹野谷選手っていうのは確かまだ2年生なんだけど、結構何点か決めてるんですよ。みたいな。
なんかそういうプチ情報だけは頭に入れてきました。タオバスリーの西登録選手も含めて考えなきゃいけないくらい怪我人が続出していると。まあ小野選手、長谷川元輝選手、高木義明選手が部分合流したという報道もありますが、まあ、この天皇杯で復帰できるかは未知数であると。まあ、誰かが必ず連戦になる可能性もあるわけですが、まあ、リーグ鹿島戦がね、この天皇杯の後、中3日でアウェー鹿島であるっていうことを考えるとですね、まあ、新潟的には大きくターンオーバーしたいはずなんですよね。リーグ鹿島に割とその戦力を割きたいのかなと。まあ、一方でここまで触れてきた通り北九州は侮れない相手なんですよね。明確な強み弱みもはっきりしている分比較的ね、狙いどころを仕留める正確さはよりシビアに求められるだろうと。まあその長崎戦でもやっぱり知ってたよみんなのっていうふうにね、正志監督もおっしゃってましたけど、やっぱそのクオリティっていうのは、まあこういった場面、その総力戦となっている場面でもより求められてくると、とにかく勝利ですよねとおいうふうな話でした。スタメン予想いきましょう。安倍ちゃん連戦にするのかなと思っています。どうでしょう。西村選手が入ってくるパターンもあるけど、どうなんだろうね。サブが吉水選手じゃなくて西村選手というパターンはあるかもしれない。なんなら西村選手スタメンにしてゴールキーパーも全員公式戦出させてましたよってして、サブに内山選手というのもまああるかもしれないけど、多分安倍吉光で行くんじゃないかな。どうなんだろうな。で、藤原宗也選手は温存したいと思うので、まあ、早川選手、遠藤選手、千葉選手、堀米選手の、なんだろう、ディフェンスラインかなと。で、ボランチは、島田選手、石山選手、で、秋山選手を温存。攻撃陣は松田選手、奥村選手、ダニエル選手、長倉選手、鈴木浩二選手温存、谷口選手温存、小見選手温存みたいな感じで、まあ、ユースから芹澤選手、花形選手って入れましたけど、ここら辺はマジで分かんないです。誰が入ってくるかは。で、北九州の方は、まあ、直近のルヴァンだったり、天皇杯だったり、リーグ戦だったりを見て、あ、よく分かってないですけど、こんな感じなんじゃないかな、みたいな。ターンオーバー気味でいくんだったら、こんな感じなんじゃないかな、みたいな感じで選んでみました。大谷選手がね、元新潟にいましたけど、今もう北九州なんですね。札幌の控えキーパーって印象だったんですけど、ね、そっから北九州行ったんですね。で、北九州でも、その、ゴールキーパー的には2番手なんですよね。新潟いた時はね、なんか本当になんか止めれるシーンで止めれてなくて、僕が非常にキーパーの大事さを改めて感じさせてくれた選手なんで、あれですけど。やっぱそう考えると今の小島、阿部、吉光体制はかなり熱いよね。かなり充実してる。で、レンタルに藤田も行ってるしって考えて。で、ユースから内山選手来るでしょ。非常になんか新潟の今のゴールキーパー陣は充実してるなっていうのを改めて感じましたけど。まあ、あとはわかんないです。もう、なんかざーっとなんか過去の傾向と対策からこんな感じなのかな。フォーメーションも、まあ基本451、4231っぽいんですが、なんかその交代してきて可変してくるみたいなのはあるっぽいので、そこら辺もね、ちょっと、要注目みたいな。もしこれの動画を北九州サポの方が見てたら、大いに補足のコメントを入れてほしいです。事情が全く分かっていない。でも、監督さんのインタビュー見ると、結構いい監督なんじゃないかなっていう気はするので、なんかその、なんだっけ、反町監督に、山鹿時代にコーチとして、一緒に携わってたこともある方だというふうなことで、非常になんかその、色濃い、その、スタイルというか、なんか明確な、なんか強みがある監督のもとで、コーチ時代を過ごされてて、で、なんだっけ、横川武蔵の FC かなんかの、そのアンダー世代、U18 かなんか、それの監督さんとかやられて、で、鳥取で、そのキム・ジョンソン監督の後で、後任として監督やって、鳥取立て直して、今期から北九州っていう経歴らしいんですけど、キム・ジョンソンさんもかなり、鳥取のね、去年の監督さんは、攻撃全振りみたいな方で、なんかその、なんだろう、その、とにかく攻撃、強みを尖らせていくタイプだったんだけれども、その、マスモス監督に変わってからは、その、なんだ、その土台をしっかりしようやと。その、尖らせる部分は別に消さずに残しつつ、その他の周辺整理してもうちょっと盤石にしようやみたいな形をして立て直したみたいな、なんかそんなインタビューがあったんです。ググると出てくると思います。ああなるほど、そういう風なタイプの監督さんねと思いながら見てましたけど、だからこそ怖いんだよな、一発勝負のカップ戦。
北九州側からしたら別に失うもんなんもないからね。だから新潟は本当に、気引き締めて、ね、公式戦3連勝といきたいところですが、そんな感じかな。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。